皆さんこんにちは、山カフェです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は久しぶりのカバンの中身です。僕の仕事はネットワーク周りを面倒見たり、それから会社のねウェブサイト周りを担当しています。出張もね1ヶ月に1回はある、そんな感じですね。そんな51歳の僕がですね、日頃どんなものを持ち歩いているのかちょっと紹介しようかと思います。まずはですね、バックパックからですね、こちらですね。こちらはウェクセレーアクティブバックパックというバッグになります。ウェクセレージャパンさんからね送っていただきました。ありがとうございます。でこれねもう使い始めて2週間ぐらい経つんですけど、めちゃくちゃ気に入ってるので、ちょっとこれをね中心にお送りしようかと思います。僕が選ぶバックパックの基準は次の3つです。まずは MacBook Pro 16インチが入ること、ポケットがたくさんあること、そして、1泊ほどのね出張にも耐えられるだけの収納力と、そういう感じですね。で今回のウェクセレのバックパックですけども、この点をね全てクリアしていて、かつシンプルで機能的ということで、早速見ていきましょう。まずね素材なんですけども、これねコルデュラファブリックという素材なんですよね。ここの表面ね、ここの部分が耐水性にかなりね優れていると思います。見た感じもねちょっと光沢がある感じでいいですよね。でこれはねポリエステルの片面にポリウレタンコーティングを施した軽量のね耐水素材ということみたいですね。やっぱりね耐水はしっかりしてこないと PC なんかもね収納することを考えると、困っちゃいますよね。ファスナー部分もしっかりね止水加工が取られています。背中にね当たる部分ね、ここがですね見えますかね、ハニカム構造みたいな感じでポコポコしてるんですよね。で結構しっかりしてます。でこの背中部分がしっかりしていることで蒸れずにね気持ちよく背負うことができます。これ本当ねしっかりしてるんですよね。でポケットもねこれめちゃくちゃついてるんですよね。まずこのね背中のここのサイド部分に2つついてるんですよ、こういう感じね。そしてこっちの片っぽ、こっちもついてます。でこちらのこの中がね銀色になってる方はですね、スキミング防止対応ということで、カードなんかのね読み取りができるようになっているというのは、嬉しい機能ですよね。そしてこのショルダーベルト、ここにもねポケットがついてるんですよ。それからこのてっぺん、ここね、ここにもポケットがついています。ここすごいですね。僕はいつもねここにね仕事用とプライベート用ね2つの iPhone をしまっています。そしてサイドね、ここには、傘とかそれから水筒かなんかをね入れる部分があります。僕はですね身長が約179センチの体重が約68キロぐらい、ちょっと太ったんでしょうけど、背負った感じはどうでしょうか。色はね黒ですごくすっきりしたねシルエットなので、スーツにしてもジーンズにしてもどちらもねいい感じで合うと思います。すみません、今回はジーンズだけでご紹介しようと思います。でカバン自体の重さは約 1.3 キロということですね。で生地のしっかり感ということから考えると、数値よりは軽く感じますね。で内容量は約20リットルということで、日常使いアルファ的な感じで、収納力はね十分だと思います。でカバンなんですけども、これ主にコンパートメントがね2つに分かれてるんですよね。ここの部分と、それから表側のここですね、このように2種類に分かれています。でまずねここの、メイン部分というふうに言っちゃいましょうかね。メイン部分から紹介します。でここにはね PC やタブレットを収納する部分があります。PC はね16インチ相当まで収納できるということなので、僕にはねめちゃくちゃぴったりですね。そして収納部分もねかなりふかふかの素材ですので、安心してね守ってくれるかと思います。でここにはもちろん、仕事用のメインマシンであるインテル MacBook Pro 16インチを入れてます。でプライベートでは M1 Max の16インチ MacBook Pro を使ってます。でかなりねパワフルなんですけども、ファンもねほとんど回らずにすごく快適に使えてます。メモリは 64GB でストレージは 4TB とね、動画編集するにも問題ないハイスペックにカスタマイズしました。インテル版よりはね若干厚みがあるんですけども、こちらもね問題なく収納できています。そしてもう一つね収納できる場所がこれあるんですよ。ここね、こっちがメイン部分で、こっちにも入れるとこがあります。
でここはね、タブレットとか、まあ、書類なんかを入れるのにすごくね良さそうですね。16インチ MacBook Pro を収納できちゃうぐらいの収納力なので、もちろんね iPad 12インチなんかもいけちゃいますね。で僕はここに、ね、iPad Air を入れてます。でそして Apple Pencil も合わせて使ってます。で会議中にネットワークの構成を伝えたり、それからウェブサイトの、ね、概要とかアイデアをネタするに iPad と Apple Pencil は手放せないですね。で iPad にもペンにも、ねケースをつけています。で iPad ケースはペン部分も、ね、巻き込んで保護してくれるので、ペンをなくさないようになっていて便利です。画面の保護部分を折りたたむことで、まあ、スタンド代わりになるのもこれはまあ普通かと思いますけど便利ですね。それから Apple Pencil のケースはシリコン製で、持った時に、ね、柔らかい感じになってとってもいいと思います。まあ、もちろんつけたままでも充電可能です。でバッグのこのメイン部分、ここですね、ここ結構マチがあります。なので、まあ、1泊とかであればね、ここに着替えなんかも僕は収納しました。で実際ね、先日2泊の出張があったんですけども、しっかりとね、着替えは収納できましたね。で1リットルのペットボトル入れてみたんですけど、まあ、3本入ってもまだまだ余裕がある感じでした。そしてですね、ポケットがいっぱいこれついてるんですけど、ね、メッシュ部分があったり、それからここにもね、ポケットが2つあります。ポケットには USB Type-C のハブを入れてます。でアンカーのアンカーパワーエキスパンドプラス7ですね。 M1 MacBook Pro は SD カードとかね、 HDMI などのポート類が復活してとてもね嬉しい限りなんですけども、 Intel Mac はねサンダーボルト端子しかないので、どうしてもねやっぱり、ね、持ち歩く必要があります。そしてポケットにはコンパクトデジカメのソニー RX100 Mark V を入れています。1インチセンサーがね素晴らしいので、会社用ウェブサイトとか、それからね日常の記録なんかを撮影に使ってます。もう一つのポケットにはモレスキンという手帳を入れて使ってます。表紙部分はねハードカバーになっていて、メモするときにね台がなくても書きやすいですね。で僕がよく使うのは方眼タイプで、文字だけじゃなくてね図を書いたりするときにもとっても便利です。でモレスキンはね多分ね18年以上多分使っていて、かなり好きな手帳ですね。でめちゃくちゃ書きやすいってわけじゃないんですよね。手触り感とか、それから特に良くもない紙質なんかも含めてすごく愛着が湧く手帳です。そうしましたらですね、外側収納にも行ってみましょう。ここですね。でここトップ部分にファスナー付きの部分があるんですけど、僕はここにキーケースとね名刺入れを入れています。これ両方ともですね高知製になりますね。もう年季が入りすぎてて、多分20年以上ものだと思います。で革製品は年月とともにね色合いとか手触り感なんかも変わってね、とってもいいですよね。それからこういったねポケット類もいっぱいあるんですね。ペンホルダーもありますし、まあ、ここにもメッシュタイプがあるわけですけど、で僕はですねこのポケット、ここですね、このポケット部分にはこのように充電系のねガジェット類も収めています。まずはですね、MacBook を充電するときに使っている、超テックのね、窒化ガリウムのアダプターですね。USB Type-C 充電器の PD6008 です。この小ささで最大 100W の充電対応ですね。で2つの USB Type-C ポートっていうのが嬉しい機能ですね。そしてこちらがですね、モバイルバッテリーですね。アンカーのパワーコアフュージョン5000を使っています。ですね。バッテリー系は変なメーカーのを使うと、まあ、危険なので、やっぱりね、安定のアンカー製ということですね。一つあるだけでかなり安心感が違ってきます。これらのガジェット類をね入れているポーチがですね、これアンドゴーっていうちょっと前にも紹介したんですけどもので、こう伸び縮みするガジェットポーチなんですよね。これに入れて持ち運んでいます。そして水筒も入れてるんですけど、水筒はこれですね、はい、ムラコのステンレスボトルです。これ見た目によらずね、軽くて保温保冷効果もバッチリのものですね。これ実は家でも使ってます。コーヒーをね朝9時に入れたら12時までは熱々、そして午後3時ぐらいまでは十分ホットっていう感じで飲めます。これ本当にすごいですよ。そしてですね、まあ、出張時には僕はヘッドフォンも持っていくんですけど、こちらのね今度ねこちら側のメッシュのところにヘッドフォンを入れています。これですね、ソニーのWH-1000X Mark III ですね。最近ね Mark V が出ましたけど、まあ、僕的にはこの Mark III で十分満足しちゃってますね。飛行機の中でもノイズキャンセリング機能がねすごく素晴らしくて、動画を視聴したりね、それから居眠りしたりするときにこうめちゃくちゃ重宝します。
まあ、飛行機の移動はね、ノイキャンヘッドホンは必需品ですね。まあ、とにかくですね、このカバンのすごいところは、もうとにかくポケットがたくさんあるというところですね。で、細かいものを収納した場合ね、カバンの中でとっちらかっちゃったりすると思うんですけど、まあ、ジッパー付きのポケットがたくさんとかね、まあ、他のポケットもいっぱいあるので、まあ、そういったことがなく収納できるっていうのがすごくね、いいと思います。それから何気になんですけど、これね、まあ、こうして背負いますよね。実はサイドに持ち手があるんですよ。こういうふうに、まあ、こういうふうに持ってるわけですけど、これがね便利なんですよ。スーツ着ている時で、ちょっと背負うのを躊躇するシーンってあると思うんですよね。まあ、とりあえず手に持っておけば OK みたいな場所でもこうやって持てるんで、これがね仕事用としては嬉しいと思います。やっぱりね、繰り返しになっちゃうんですけど、このカバンも本当収納力がすごいので、本当ねいいと思います。で、一つだけねリクエストを挙げるとすると、ここに僕は水筒を入れてるんですけど、折りたたみ傘を収納できるポケットがあったらよかったかなと思いました。まあ、ここをね、折りたたみ使ってもいいんでしょうけど、僕は水筒を入れちゃってるんで、あとは、濡れたままね折りたたみ傘収納できる場所があるとめちゃくちゃね重宝するなと思いました。でウェクセレではですね、まあ、このアクティブバックパック以外にもですねラインナップが結構ありますね。でこれも見た通りやっぱりすごくシンプルで、まあ、でも機能的ですね。そういうカバンが多いので、まあ、気になる方はね概要欄にリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。ということでね、51歳のおっさんのカバンの中身でございました。質問なんかありましたらコメント欄でお願いします。またね、グッド評価とチャンネル登録まだの人はチャンネル登録して次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。